神の一種。狼の中でも最も大きいとされる。人間が飼いならした最も古い品種である。主に、オジロジカを捕食するが、時々ムースやビーバーを攻撃する。1907年2月10日に、ミシガン州、ボシテナウ軍で殺された、東部狼の白星展示灰色狼のユニークな、アシュ、または、灰色狼とは別の種のいずれかとみなされる。 アディロンダックスからの狼の頭蓋骨多くの研究ではこの狼が灰色狼とコヨーテの間の古代と最近の遺伝的混合の産物であること他の研究ではこの狼の一部またはすべての集団とコヨーテであることを発見しこれらの集団は100万年以上前に狼と共通の祖先から分離され米国南東部の赤狼と同じ種または 密接に関連する種である可能性があるとしている。その状態に関係なく、奇獣種であり、従って保護に値する動物とみなされている。カナダはカナダ東部に分布し、保護の対象となる狼の集団として認識している。ありがとうございます。